はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。先月のね、8月26日に巻きました人参です。これもね、大変よく発芽しました。今10センチぐらいかな。まあ大根のようにね、すぐ大きくはならないんで、まだ食べるの先なんですけどね。今10センチぐらいに育ってます。まあこのままいけばね、無農薬でそこそこ食べられる人参になるのかなと思ってます。はい、そういうことでね、瞳人参、発種後、約1ヶ月ですね、の様子でした。お付き合いありがとうございました。